何か音がしましたよ。おい、静かにしろ。声を上げろ、大総理だ。おい、そういや、ロボフさんはまだか。いや、もう登ってくるはずだが。じゃあこいつらロボフさんの立体起動装置で飛び乗ってきやがった。外に投げる。それでいいな。子供を空から投げ捨てればこの殺し合いが終わるのかよ。サシャが死んだ。大丈夫ですよ。土地を奪還すればまた牛も羊も増えますから。エレン、お前が調査兵団を巻き込んだからサシャは死んだんだぞ。